どうも、ケイスケです。本日が4月の11日、2019年の4月の11日でね、本日何があるかというと、僕の愛用している α7-3、まあ、並びに α7-R3 もそうなんですけども、その2機種のアップデートが発表されました。発表というかもう提供されました。僕ね、結構このアップデートの内容気になってて、前から、まあ、1月から大型アップデートって言われてたんですけど、なかなか出なくて、やっとね今日4月11日に出たって、さっきも本当にさっき出たって感じになってます。で、今回の動画ではどんな点がアップデートしたのっていうところと、まあ、実際にアップデートしてみましょうって、まだこれしてないのでアップデートしてみましょうっていうのと、でアップデート後のまあ動作確認とか、その辺をちょっとしたいなと思ってます。で、まだ僕もアップデート全然してないので、ここからしていきたいと思います。で、まず今回のアップデートの内容なんですけども、内容がまずですね、リアルタイム瞳 AF が動物に対応しました。だから犬とか、キリン猫とかね、そういうのに対応するようになったはずです。で、リアルタイム AF がシャッターボタン半押しや A4 ボタンに対応なので、もともとね、α7-3 のリアルタイム瞳 AF だと、これのこのダイヤルの真ん中を押すと瞳 AF が作動するという形になってたんですね。それが、まあ、シャッター半押しでも瞳 AF が綺麗に作動するようになったという形だそうです。で、あとはですね、インターバル撮影、もうこれがもう僕はもうめちゃくちゃ注目してました。インターバル撮影、まあ、いわゆるタイムラプス映像みたいなのが撮りやすくなるっていう形になっていますと、あとですね、ワイヤレスリモートコマンダー RMTP1BT に対応、あとは操作性の改善、カスタムキーに割り当てできる機能にメニューを追加、ファンクションボタンによるメニュータブの操作で、最後が、まあ、その他の動作安定性向上という形になっております。まあ、たくさん機能があるんですけども、その中でやっぱり気になってるのはリアルタイム瞳 AF、まあ、ここで瞳 AF ができるよっていうところと、インターバル撮影かな、あのタイムラプスが撮れるよっていうところなのかなと思っています。ということで、ね、早速アップデートの方をしていきたいと思います。パソコンの方に向かいましょう。はい、ということでパソコンの方にやってまいりました。で、早速アップデートしていきたいんですけども、まず用意するものとしてはこのね、本体とケーブルで、ケーブルはソニー の付属の純正のがあれば一番それがベストです。で、なんか僕他のね、前市販のやつで使ってアップデートしようと思った時があったんですけども、その時ね、なんか動作しなかったんですよ。ほぼあんまりね、そういうことはないかもしれないんですけども、ちゃんとしたケーブルならばないとは思うんですけども、変なケーブル使っちゃうと本当に途中で全然通信できなくなって、なんか中身が消えちゃうみたいなことも、まあ、なきにしもあらずみたいなことらしいので、一応ね、念のためこの純正のケーブルを使ったことをお勧めします。ということで、早速アップデートまず手順から確認していきたいと思います。はい、見ていきます。で、これがアップデートの画面ですね。で、アップデート手順っていうところに書いてあって、まず本体ソフトウェアのバージョンを確認します。本体ソフトウェアのバージョンは、はい、本体ソフトウェア、あ、僕ですね、僕本体ソフトウェア全然更新してなくて、1バージョン1のままですね。で、まあ、アップデートの準備としてはパソコンが必要です。まあ、Windows のこういうパソコン、まあ、Mac でもできますと、ハードディスクの空き容量が 500MB 以上と、メモリの空き容量が 512MB 以上、まあ、普通のパソコンであれば全然大丈夫です。で、その他にご用意いただくものって書いてあるところで、電源、カメラ用の、ね、バッテリーパック、僕これ、今満充電の状態です、あと専用のケーブルですね、ここにも入ってありますね、純正のケーブルで、 USB の接続を確認しますと。で、 USB の接続のところをこのね、マスストレージっていうのにします。で、このマスストレージっていうのにして、アップデートソフトウェアをダウンロードします。今ダウンロードしちゃいます。はい、ごめんなさい、ちゃんと読まなきゃいけないんですけども、まあ、何度かアップデートしてるんでそのまま通りしちゃいます。で、このね、アップデーターを起動します。で、こんな感じになってます。で、ここにカメラ本体の電源を入れて、カメラ本体のメニューとセットアップより USB 接続、まあ、これはできてますね、まあ、ストレージになってます。で、 USB ケーブルで、カメラ本体と接続しますと。僕あの USB が下にね、デスクトップなので下にあるので、はい、接続しました。接続完了したら次へ、ここにね、アップデートバージョンが書いてありますね。現在のバージョンが、バージョン 1.01、 アップデートの後のアップデート後のバージョンがバージョン 3.00 で、これでいいでしょう。次へ行きます。で、一応ここに行く前に、さっき見逃しちゃったんですけども、本体アップデートする前にメモリーカードをね、あらかじめカメラから抜いておいてくださいって書いてあるので、ここは注意してください。抜いておくようにしましょう。まあ、なんかあって何か起こるわけじゃないかもしれないんですけども、まあ、念のため抜いておくといいと思います。で、アップデート今実行中ですね。これちょっと待ちましょう。なんかすぐ終わりそうな感じかな。まだなんか、あ、終わった、アップデート完了しました。で、終了を押します。だいたいですね、5分ぐらいですね、5分ぐらいでした。で、カメラ抜きます。で、そしたら、あ、とりあえずこれで PC の方は終わりです。お疲れ様です、アップデート完了。
バージョンを確認しておきましょう。バージョンがです、あ、ちゃんとアップデートしてますね。よいしょ、ここほら、バージョンが 3.00 になってます。なので大丈夫そうですね。はい、ということでもう一回ちょっとそっちの机に戻ってもいいですか。よいしょ。はい、ということでアップデートしてきました。で、ちょっとね、瞳 AF ができてるかどうかっていうのは分かんないんですけど、でも動作はなんかそんな変な動作してない感じです。まあもちろんちょっと数分しか使ってないけど、変な動作はしてないですね。だからエラーとかも起きてはないです、今のところ。で、インターバル撮影ですよね。ですね、あの再生のところに、これね、再生メニューのところにインターバル撮影の、まあ、再生速度とかそういうのが表示されてます。なのでインターバル撮影もちゃんと入ってるような感じではあるんですけども、どこで撮影するのかがわからない。あれどこだろうね。あ、あった。よいしょ。一番最初のやつの4ページ目、撮影の4ページ目のところにあります、撮影モードドライブ2みたいなところですね。インターバル撮影機能っていうメニューがあるので、それを入りにしてみます。で、そうするとできてる。こんな感じで、僕の顔ですじゃん。こんな感じでインターバル撮影中と出ますね。はい、まあ、ちょっとこれ止めよう。で、これ止めるのどうしたらいいんだろう。あ、これ止めらんないわ。インターバル撮影で一回始めたら止めらんないのかな。あ、メニューボタンを押したら止めれました。一応撮影したのは残ってる。で、ちゃんと全部ロープラス JPEG で撮れてるはずです。インターバル撮影はこんな感じで、まあ、再生時間とか再生の合間、どのぐらいやるのみたいなところとか、撮影回数と AE 追従感度みたいなのがね、全部設定できるようになってますので、これを設定してあとはシャッターボタンを押すという形になってるみたいです。で、インターバル時には、サイレント撮影を入り切りにもできるみたいなのと、撮影間隔優先ってなんだろうこれ、ちょっとあんまりわかんないですね。まあ、っていうメニューがあります。こんな感じですね。はい、はいはいはい、なるほど。とりあえずタイムラプスができるようになったってことは分かりました。で、ちなみにちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、はいはい、よいしょ、はい、大丈夫でした。で、今何を確認したかっていうと、今撮影したのはちゃんとローでも撮れてるかなっていうのを確認したかっただけなんですね。で、一応ね、確認しといたんですけども、今インターバル撮影で撮ったデータは全部ローでも保存できてました。なので、問題なくインターバル撮影はできるようになったし、一応ね、瞳 AF は確かめてないんですけども、他のね、動作は不安定には今のところなってないので、まあ、今回のアップデートはアップデートしちゃってもいいかなっていう感じです。なんですけど、今回ね、インターバル撮影はできるようになったんですけども、タイムラプス動画を生成するためにはソフトとかを使わなきゃいけないんですね。なので、この中では作ってくれないんですよ、タイムラプス動画自体は。なのでそこだけご注意をって感じですね。インターバル撮影をして、その動画を編集するのは例えばプレミアプロとか、ソニー純正のねソフトウェアとかがありますので、そっちでタイムラプス動画を作り込むという形になっております。ってな感じでしょうか。はい、いいかな、この感じで。はい、ということで今回はこの α7-3、まあ、またね α7-R3 もそうなんですけども、のアップデートの内容とか、アップデート実際にしてみたよっていうところを動画にさせていただきました。今回の動画がですね、いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。